例のごとく作業中、外から何か変わった飛行音が。まさかこの間に続いてオスプレイとかないよな。ってオスプレイじゃん。だいぶオスプレイの速さに慣れてきましたわら。しかし音が聞こえた時にはすでに後ろ姿ですな。ふっふ、米軍さんも取られているとは思うまい。おや、誰か来たようだ。うわ、何をする。やめ歩くワラセドルフトズ藤子 LP。 また仙台へ向かっているのだろう。とすると帰りのワンチャンある。音があるたびにカメラを向けてみた。ちっこい。さっきの通過から1時間経ったので待ち構えることにした。日にスーパーイヤー、説明しよう。スーパーイヤーとは聴覚に力を集め人並み外れた聴覚を発揮するのだ。はいはい。スーパーイヤーに引っかかった第1号は警察ヘリ。いつも空から見守っていただきありがとうございます。関係ないけどスカイツリー、チヌークさん、小型ジェット機、ヘリコプター、そして来たスーパーイヤーを持ってしてもこれが限界でしたわら。高度が高くて走行機つけない。曇りだったりすると雲の上を飛んじゃいますからね。前に音は聞こえるけど姿見えずな状態でした。しかしオスプレイを捉えるのだいぶ上手くなったぞ。思っている以上に移動が早いんだな。おまけ、航空自衛隊 C-1 輸送機。